下地、ファンデーション、パウダーを塗り終えたところから始めます。ケイトのデザイニングアイブロウ 3D で眉を描いていきます。下のラインが少し上がり気味の平行になるように意識しながら大体の眉の形を描いていきます。このパウダーで描くのは目尻の上あたりにくる眉山くらいまでです。次にメディアのアイブロウペンシルダークブラウンを使います。眉山をしっかり作りながら濃いキリッとした眉を描いていきます。下のラインは平行気味なので少し眉山の部分が太くなるようなイメージです。眉尻は口角と目尻を結んだ線の延長線上になるようにしてください。大体の形が出来上がったらもう一度パウダーで色をつけムラをなくしていきます。リゼアワンのパーフェクトフィニッシュグローでハイライトを入れていきます。鼻筋、頬骨を中心とした頬全体、顎、おでこに入れていきます。発色がいいので薄めにつけていくのがコツです。ナーズのスマッチプルーフアイシャドウベースを上まぶたと下まぶた全体に塗っていきます。こちらを塗ると目の周りのメイクの持ちがとても良くなります。ケイトのヴィンテージモードアイズ RD1 の白の部分を眉下全体に塗っていきます。眉下に明るい色を入れると立体的な顔に見えます。真ん中上の濃いピンク色をアイホール全体に塗っていきます。しっかりぼかさないと雑な汚いメイクに見えてしまうので注意してください。コツはまずまつげの際に色をしっかりとつけた後全体に色を広げていくことです。付属のチップではなくブラシを使ってください。同じく濃いピンクをチップで涙袋全体に塗っていきます。目尻のつり上がっている部分に際に沿って濃いブラウンを塗ります。 MAC のエクストラディメンションスキンフィニッシュを小さなブラシに取って目頭に塗っていきます。発色がいいのでツヤっぽい綺麗な目元になります。ケイトのデザイニングアイブロウ 3D を唇の下に塗り影を作っていきます。鼻が上に向いているので鼻柱にも塗りぼかします。ノーズシャドウは目の少し下あたりまでの長さにします。鼻筋の部分が細く見えるように描きしっかりとぼかしていきます。使っている色はすべて真ん中のブラウンです。まつげについたシャドウやゴミをすべて払ってビューラーでしっかりとまつげを上げていきます。オリ式アイリキッドスキンフィルムを使って二重幅を作っていきます。コツは黒目のあるあたりのみに塗ることです。薄く塗り乾かすのを何度も繰り返してください。目尻や目頭の方にまで塗るとまぶたがつって変になってしまいます。マスカラをまつげ全体にしっかりと塗っていきます。ダマにならないように気をつけてください。100円ショップのアイブロウパウダーでシェーディングをしていきます。顎下全体に塗り輪郭をはっきりさせます。エラの部分にも顔を小さく見せるために塗っていきます。おでこを丸く見せるために生え際にも塗ります。ビゼのホギーオンチークスアンティークローズを頬全体に塗っていきます。アーティストリーのロングウェアリングリキッドアイライナーでアイラインを描いていきます。まつげの上のラインをできるだけ細く描いた後下からもまつげとまつげの間を埋めていきます。今回目尻は跳ね上げます。先の方から描き元々のラインにつなげると綺麗に描けます。切開ラインを描いていきます。先端は尖らせると綺麗に見えます。自分の目に合った長さで描いてください。デコラティブアイラッシュ104のつけまつげをつけていきます。接着剤を薄く丁寧に塗り少し乾かしてから目尻からつけていきます。できる限りまつげの際につけてください。つけたらしっかりと押し込んでいきます。角度もこの時に調節すると綺麗に仕上がります。上からアイラインを重ねて塗り仕上げていきます。ディオールのアディクトリップティントナチュラルベリーを塗って完成です。ご視聴ありがとうございました。 Twitter、インスタ、書籍もよろしくお願いします。